平安京大代理における中和院の一中和院、または中野院は平安京大代理にあった院。現在の京都市上京区千本通り下立ち売り下がる付近にあたる。平安京大代理のうちで代理外閣内の南西に位置する。新目祭り、上今職食の際に天皇による震災が行われた場所である。平安ぐる創建時に造営されたと見られ、文献上では中和院、 中野院の領事が併用されるほか、神山職員、祭院とも見える。院の周囲には、追垣が巡らされており、内部に、正殿の新家殿のほか、東社、西社、北殿が置かれ、新家殿と東西社、北殿とは、回廊、渡り廊で結ばれた。新家殿の中央三県を仕切って、神座を設けており、そこで新稲目祭り、神山職の際に、 天テラス大臣と天皇が協食する祭祀が行われた。現在の皇居においても、宮中三殿に付属して、新家殿が建てられており、新鍋祭りの際に祭祀が行われる。この中和院は、長岡宮までは、代理の中で行っていた天皇の震災を、代理から独立して行うために設けられた常設の神殿であり、平安宮で初めて設けられたとされる。 平安宮の中央に位置する点で得意な施設であり、中和院を挟んで東に代理、西に縁の松原が対象に位置することから、平安宮を創建した桓武天皇が平城宮を継承しつつ、天皇家祖先神を仲介として、天皇、大城天皇の宮殿が並び立つ新しい宮を造営しようとした様子が示唆される。文献上では、日本語記、 延暦23年8月上において、中野院西郎が倒壊したと見え、それ以前から存在したとされる。院名の、中については、平安宮の中心に位置することに由来するとする説、真事に関わる施設であることから、中富野に由来するとする説がある。類似国史、天朝8年8月上では、中和院と見え、中和院、中野院の領事が併用されたとする説がある一方、 天徳4年の代理火災後の、大和への言語改元を機に、中和院と称されるようになったとする説がある。その他、上岸儀式では、上今職員、西宮記では、祭院とも見える。公平元年2月には、新蔵代理、中和院、東在郎長州道等が消防したが、新家電が消防したのは、平安戦と以来初めてのことという。それ以降は、天年、 長官元年に火災にあっている。近年の発掘調査では、1987年の調査で、太極殿と中ワインとの間で異なる聖地層及び、河原の体上分布が確認されている。また、1989年の調査等では、新家伝に否定される掘り込み事業が検出されている。中ワイン出土力有権丸河原、京都市考古資料館展示。中ワインの紙面には、 追垣が巡らされ、内部において、正殿の新家の、その南の東西に、東社、西社、北に、北殿が廃される。新家の左右からは、回廊が出て、途中で南を降りして、東社、西社と結び、新家殿背面からは渡り廊が出て、北殿と結ぶ。また代理に通じる、中和院東面には、中和門が開く。新殿は、東西棟で南面し、 桁行ユキシ両行二軒の三社の四面に日差しが巡らされる。三社は塗り米で中央三軒で仕切られ、中央三軒は中殿、または神殿と称されて、神座として公務城を敷き、西二軒は大正寺を建てて天皇の御座とし、東二軒は内市などの交所とした。東社、西社は南北等でケタユキ両行二軒の三社の西面。 または当面にひさしを付す。北殿は、東西棟で、桁行き市町、両行2県の三社の東、西、南面にひさしを付す。近年の発掘調査では、新家電の掘り込み事業の南辺が検出されており、東西約40メートルを測るとされるほか、自福石とみられる、業海岸の湿度から、気団外蔵を有する立派な施設であったことが、 認められるが、大大律交渉に見える新家電の位置とは異なる点が注意される。また出土品のうちでは鬼瓦以外に変わらぬが、少なく、祭祀施設としての特色を示すとされる。ありがとうございます。